山田形雄9月12日隊は、日本の外交官。2010年から2012年まで、アセアン担当大使、日本政府代表部大使、2014年から外務省、南部アジア部長、2015年10月から外務省、国際協力局長。2017年10月から、国連教育科学文化機関代表部大使。 2020年2月から中ベトナム特命全権大使。大阪府出身。1983年京都大学法学部を卒業して外務省に入省した。オックスフォード大学哲学政治経済学部に留学、哲学、政治学、経済学修士号を取得。北東アジア科科長補佐、国際協定課主席事務官、日米安全保障条約課主席事務官。 在英国大使館参事官、南西アジア課長、アジア太陽州局地域政策課長、中インド大使館政務講師を経て、二千八年八月七日、中インドネシア辞席講師。二千十年四月十日から二千十二年まで、ASEAN アア担当大使、日本政府代表部大使。ASEAN 政府代表部は、二千十一年五月二十六日に、ASEAN を重視する視点から開設され、 山田は大使に任命された。代表部隊就任にあたり、アセアンが中国に次ぐ貿易相手であると、緊密な経済関係を強調した上で、アセアン域内での国境を越えたインフラ整備などに、積極的に関与すると抱負を述べた。2012年2月6日、外務省国際情報統括官付3時間。2012年12月25日。 危機管理担当兼国際情報統括官付兼領事局3時間。2014年1月7日、危機管理担当券総合外交政策局兼領事局、3時間。1月27日大臣官房3時間。券総合外交政策局3時間。後に、アジア太陽州局南東アジア部3時間兼務。2014年7月11日外務省アジア。 太陽州局南部アジア部長。2015年10月16日から外務省国際協力局長。2017年10月25日、国連教育科学文化機関代表部大使。2020年2月から中ベトナム特命全権大使。ありがとうございます。